こんにちは。当チャンネルでは、貨幣と国の借金について解説しています。今回は、MMT の中核の一つである、信用、銀行のからくり、信用創造。誰かの資産は、誰かの負債である、政府の借金を税金で返済するとどうなるのかということの説明を行いたいと思います。このグラフは、日本の金融資産の中で、 お金の種類ごとの割合です。現金は全体の7%程度しかありません。大きな取引になるほど小切手や電子システムによる振り込みなど現金を使わなくなりますよね。この程度の現金の量で経済は回せるということです。お金の大部分は実体のないデータであるとも言えます。銀行は 預金からお金を貸していると思われていますが、実際は違います。イングランド銀行機関紙において、銀行が貸し付けをするときには、借り手の銀行口座に、同額の預金を同時に作り出す、と記載されています。これを信用創造と呼びます。信用創造の理解のために、複式簿記が必要になります。貸借対象表の例を見てみましょう。 左の表は借り方。自分が所有している資産がここに入ります。預金1000万円。工場1000万円。右の表は貸し方。左の資産の裏にある負債などの資金源を入れています。借り入れ1000万円。銀行に返済しないといけないお金が1000万円残っています。純資産は返済義務がないもの。 工場のローンを払い終わっているということです。例えば、A さんがラーメン屋を作るために、100万円銀行から借りる際、借用書を書き、銀行に渡します。その代価として、A さんは、口座に100万円、記帳されます。数字を書かれるだけで、預金が作られるのです。万年筆マネーとも呼ばれています。対借対象表に書かれている情報を、 具体的にイメージしてみましょう。A さんの通帳に100万円振り込みと書かれています。銀行の通帳に100万円 A さんに貸し付けと書かれています。また、銀行は A さんの借用書を持っています。ここに現金は一切ないのです。実体があるものは A さんの借用書だけです。また、預金は銀行にとっては負債として計上されています。 利子を払う借金なのです。A さんが、融資の100万円を使い、店を開店させました。預金がゼロ。店が資産となっています。説明の簡略化のため、利息の発生を無視しています。A さんは、100万円を、店の経営でため、返済を考えます。借金を返し、預金がゼロ。 銀行の貸付金もゼロ。借用書はシュレッダーにかけられます。世の中から100万円が消滅しました。不思議ですね。元からゼロから生まれたお金ですので突然消えてもおかしくないのかもしれませんが。資産と負債はコインの表裏のような関係なのです。実際は利息があり、利息だけは残ります。しかし、その利息も 誰かが借金をして作ったお金なのです。A さんのお金は消えましたが、店という資本は残りましたので、今後も融資を受け、事業を拡大させていくことでしょう。資本主義は、借金をすることで、資本を拡大し、経済を成長させていくモデルなのです。貨幣とは、負債の一形式である。と、イングランド銀行の機関紙に書かれています。 銀行がない古代でも、以上のようなやり取りが、行われていたとのことです。A さんは農家ですが、収穫を行うための釜が必要です。しかし、麦が育ってないため、現時点で物々交換できるものがありません。カジヤの B さんに、釜の代価として、将来収穫した麦 30kg と交換できる食用消化器、渡します。 鍛冶屋の B さんは家事に必要な焚き木 10kg をゲットするため、林業家 C さんに焚き木の代価として A さんの借用書を渡します。C さんは借用書を A さんに渡すと無味 30kg をゲットできますし、また他の人と交換しても構いません。借用書が貨幣として流通するということです。戦国時代の日本でも 大名の借用書が、貨幣として流通したそうです。戦に負けた大名の借用書は、暴落しました。大名の返済能力、がないと思われたからです。貨幣は、誰でも発行することができます。例えば小切手です。しかし、小切手は、引き出せる預金があるからこそ、価値があるのです。預金は、ただの数字にもかかわらず、価値を持つのは、 政府紙幣、効果を引き出せるからです。この図は、貨幣のパワーによる序列を表しています。政府の紙幣、効果、日銀倒座預金が最強なのは、政府は、円の発行権があるため、絶対に倒産しない。国内のどこでも使用できる。ためです。図は、政府の資産と負債、民間の資産と負債の関係を示したものです。 日銀と政府をまとめたのが、統合政府です。統合政府の対策対象表では、日銀は政府の子会社ですので、日銀が買い取った国債は総裁され、減りますが、日銀が銀行に供給している現金などが、負債として計上されます。赤枠が統合政府の負債。まず、日銀券、つまり現金です。次に、準備預金、民間銀行が、 日本銀行の口座に持っている預金です。そして国債があります。これを見ると、現金は政府の負債であるということがわかります。紙幣は政府の借用書とも言えるわけです。少し不思議ですが、紙幣はこれで税金を払えるという約束が書かれた借用書なのではないでしょうか青で書かれたのが民間の純資産。民間の資産の裏側に 政府の負債があることがお分かりでしょうか政府の純負債711兆円を税金で返したらどうなるでしょうか世の中から同額のお金が消滅します。民間資産の裏側は政府負債なのですから政府は借金をすることで民間に貨幣を供給していると言えます。政府の借金を否定することは 貨幣経済を否定することではないでしょうか大雑把な思考実験をしてみます。グラフは、各層ごとの国民の資産をまとめたものです。貧しい方からお金を巻き上げて政府の純負債711兆円を返済するとすべての末層とアッパー抹層126万世帯の全資産が消えます。約4340万世帯が 一問なしになります。それ以前に国の経済が崩壊するでしょうね。では、国債はどうすればよいのでしょうか一つ目、借り換えを繰り返す。個人の借金に返済期限があるのは寿命があるからです。国家には永続性があります。そして、借り換えを繰り返すたびに民間の金融資産が増えていきます。二つ目、 日銀が国債を買い取る。日銀が持った国債は、利息が国庫に返ってくるため、実質的に利息ゼロの存在です。日銀は、政府の子会社ですから、最も半分近くが、すでに日銀所有です。よく、海外投資家が国債を投げ売ったら、日本は終わりという人がいますが、海外が所有している国債は7、7%程度ですし、投げ売られても、 通貨発行権を持つ日銀に買い取られて終わりです。他の先進国を見ても政府負債は増えていくことがむしろ当たり前なのです。緊縮財政で有名なドイツと比べても日本の政府負債の増加率は低いことがわかります。むしろデフレ脱却のためには政府債務の増やし方がぬるいという意見もあります。まとめです。 資産と負債はコインの表裏のような関係です。政府の借金は民間への貨幣供給です。政府債務を税金で返済するとお金の大半が消滅します。政府債務は増えていくのが当たり前。次回は財政破綻やハイパーインフレはどのように起きるのかということについて解説したいと思います。 ご清聴ありがとうございました。参考文献ホームページです。もし間違いがあれば指摘コメント歓迎です。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。